Mad Cafe Garden presents Sticky Style。 舞い上がれ。はい、時刻は3時になりました。マグカフェアットガーデンキロです。いや、実はですね、先日誕生日を迎えまして、もうたくさんの方からお祝いのコメントいただきました。ありがとうございます。いや、素敵スタイルだけじゃなく、自分もちゃんと素敵になっていこうと、いろいろね、まだめんどくさがっていろんなことやってないことがいっぱいあるので、その辺をめんどくさがらず自分を素敵に精進していこうと思いますでは早速このコーナー参りましょう。 The Voice from 秋田です。マティログさん、よろしくお願いします。キロさん、そして FM キノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。先週に引き続いてシンガーソングライター、そして会社経営をしておりますマティログです。秋田県在住です。今日はですね、私マティログが秋田県のおすすめ情報をお届けします。最後まで一で綺麗なこの時期ですね、秋田県にかほ市久方では海のミルク、牡蠣を楽しむことができます。美味しいですね。秋田県にかほ市は県の南部、山形県との県境にあります。鳥海山と日本海に抱かれ、松尾芭蕉の奥の細道にも出てきた有名なところです。なぜ牡蠣がですね、このオイスターが美味しいのかと、オイスーターなのかというと、わかりにくいです。すみません。鳥海山という標高の高い山があります。2336mの活火山なんですけども、ここから流れ出た雪解け水がですね、伏流水と組み上げて海に流れてまして、この岩牡蠣を美味しく育てるという、ここですね、ミネラルたっぷりのこうミルキーな牡蠣、口に入れた瞬間、おいしゅんなコクのある美味しいミルクでいっぱいになります。秋田の大自然、そして大自然が育んだとってもミルキーな岩牡蠣、楽しんでみてくださいね。それではマティログでした。円盤だ。マティログさん、ありがとうございました。まさかの牡蠣が秋田旬なんですね。初めて知りました。今から行きたい。やばい、美味しそうです。では続いてはスペシャルインタビューのコーナーです。マグカフェアットガーデン素敵スタイル、今週も高泉敦子さんがゲストです。ありがとうございます。ありがとうございます。また呼んでいただいてありがとうございます。今日はあれでしたね、ライブのリハーサルからのお帰り、お疲れ様でした。もう本番があと3日後か4日なんで大変ですね今が。はい、私、高泉さんというとやっぱ舞台の女優さんとかテレビや映画で見るっていう感じもしますが、並行して歌もたくさんやられてる印象。ライブ、ご自身でライブとか、そのきっかけとかってどんな感じだったんですか？やり始めはどっちかっていうと歌が最初でした。演劇が最初だと思ってました。今1年しか違わないですけど、私はその早稲田の演劇研究会というところに2年生で入りまして、で、前回もちょっと話しましたけど、なかなか早稲田のその演劇、サークルって言っちゃダメなんですね。特に演劇研究会はサークルではないと。早稲田には演劇の小さいところも入れれば、そうね、50以上あるんだと思うんですよ。その中で一番トップだと演劇研究会はね。ともうそこにはもうセミプロっていうか、だから私は全然その高校の時も写真部で演劇部とかじゃなかったですから、到底できっこないなっていうのはありました。もうキャンパス行けばみんな外で練習してる風景見たりとか、アトリエに見学行ったらもううわーっていう感じで、なので、大学1年の時に私は幼稚園からずっと同級生の、男の子なんですけど、うん、立教大学に行って、はい、彼が、まあ、音楽好きで、うん、で立教行ってでリーダーでやってるっていうのをちょうど私が大学に入ってそうだなもうまだ何していいか分かんなくて、うん、6月号だったかなみんなでこう会った時があったんですね。うん、誰かがなんか噂で聞いたぞって言われて、え、何って言ったら、高泉が高田の馬場で朝まで飲んだくれてると。お前何やってんだって言って。で、いや、なんかお前映画好きだとか、なんか音楽やりたいとかっていろいろ言ってたじゃないかって言われて、今なんかいろいろ迷っててって言ったら、じゃあうちのバンドに入らないかって。ただ私はその時に、いや、私、なんか変な歌を歌いたくないからって言うよね。で、まあ、そのジャズ系っていうかスイング系だったら、ああ、大丈夫大丈夫って。で、まあ私その時からアコースティックが好きだったので、うん、で、アコースティックのギターで、ギターのトリオがいて、で、ドラムが、またブラシでね、あ、いい感じじゃないって、いくいく、だったらいいわって言って、で、じゃあそれで、まあ、スイングジャズだばしてって言って行ったんですよ。で、そこに行ったら、ジャズではなくて、まあ、ブルースバンドですね。で、ブルースでも、オーティス・レディングとか、そういったかっこいいブルースは何曲しかなくて、ほとんどが有歌団だったんですよ。紀子さんは有歌団ご存知じゃないですか？私、名前だけ。もうね、関西の、はい、もう、まあ、私たちのその前の世代からものすごいもう、ファンがいっぱいいて、今でもそうですけど、もう最高のボーカリストの木村さんって人がいて、うん、そうね、お掃除おばちゃんっていうのもあるんです。あ、知らないか。あとは、まあ、嫌になった、だらだらっていう、まあ、すごいオリジナルの、すごくいい、まあ、ナンバーがいっぱいあってね。日本語なんだけど、メロディーはアメリカンフォークというか。そう。もう、まあ、ブルースですね。ブルースです。で、だけど、まあ、高校の時、言う方を聞いてた、人たちもいたけど、うん、私はそっちではなかったので、で、フォークソングでもちょっとなかったので、まあ、ボブ・ディランとかまで聞いたけど、どっちかとまあね、リズム&ブルースとか、まあ、ロックも好きだったですけど、やっぱり、スイングジャズっていうか、好きだったので、って、なんだよって、有歌団なのって言って、でも、じゃあ、高井の好きなやつ一曲入れていいからとかって言って、結局私の好きな曲は一曲しか入れてもらえなくて、オープニングはお掃除おばあちゃん。はい。あと、パチンコみたいなのが、嘘これ私歌うのっていうか、女性が歌う、ボーカリストない方がいいんですよ。男性が歌った方が全然いいのに、って。まあ、その中で好きだ、まあいいなと思ったのは、冷めた恋っていう曲はあったんですけど、でもね、まあ、じゃあ、まあ私は、そこで招かれた、まだ、ね、入ったばっかりのボーカリストだから、じゃあ徐々に自分の好きな曲ってこれやってとかって言っていけばいいかと思ったんだけど、入ってすぐに、もうその秋に、大きなコンサートがあると。はい。で、そこの場所が、もう行ってびっくりだったんだけど、日仏会館ですね。そこ貸し切ってあるのみたいな。そしたら、そんなアルビオの、みんなが集まる、全員集まると私はそういう場がなかったから、こんなにバンドがいるんだと思って、いや、すごいでしたよね。で、やっぱり、ここで私、お掃除おばちゃんから歌うのは嫌だなって、もうなんか嫌だなと思いながら、歌ったんですけど、で、終わってから、ある、そうね、私たちがまだその時20歳ぐらいですから、まあ、いわゆる30、40ぐらいの、おじさんに、ちょっと声かけられて、あ、ちょっと、終わったらちょっと、コーヒーでもどうって言われて、で、名刺をもらったんです。はい。そしたら、まあ、まあ、ジャズ好きは、もうびっくり仰天なんですけど、トリオレコードだったんですね。トリオって言ったらもう、バンドがみんな、やったーみたいになって、で、みんなで、そこに、待ち合わせしてる場所に行ったんですよ。そしたらその方が、あ、ちょっと君たちはいいんで帰ってって言われて。で、誰人が目的だったの？私だけです。うわー、すごい。で、それで、君歌ってどのぐらいなのと、いやいやいや、入ってここで、まだ、ここに入って何ヶ月か。うん、って、あ、声面白いね、とかって言われ、うん、あとなんか、どういう曲好きなのみたいなこと聞かれ、なんかって話してるうちに、ちょっとうちで、レッスンしてみないって言われて、すごい。えって。で、それでそのトリオ行って、そのピアノと、の方がいて、いくつかやってるうちに、六本木のサテンドールっていうところに連れて行かれて、それがオーディションだったんですね。で、と思って、ジャズは好きで、まあ、聞きに行ってしたことがあったので、サテンドールも知らないかったわけではないんですが、まさか自分がボーカルでオーディション受けに行くなんて。で、その時に、やっぱりサテンドールだからサテンドールのっていう、曲と、あと、ペーパームーンを、いつ俺ペーパームーンを歌ってたんですね。で、隣に、その夜に出られる方が、もうプロの方がいらして、お名前何て言ったかな、ちょっとハーフっぽい方で、いわゆる日本のナットキングコールだって言われてた、後々ね、知るとね。で、その後、彼の歌、ライブ残って、ライブハウスのこと聞いた時にすごい、やっぱり上手だったんですけど、うん、その時彼が私のそのね、オーディションのあれを見てて、うん、面白い歌い方するねって言って、君レパートリーどのぐらいあるのって言われて、やばい。その時、サテンドール、ペーパードールだったかな。あとそれと、ペーパームーンでしょ、はい、でちょこっと歌うのがブルームーンだったかと思うね。で、まあ、それぐらい。はい、でも3曲って言えないし、今まだ5、6曲ですって言ったんですけど。はい。はぁとかって言われて、僕なんかね、2000曲だよって言われた。大変だ。で、この道に入るのにはね、2000曲ぐらい、そのぐらい、歌えなきゃって言われて、あ、これは全然ダメだって思って、で、その後もなんか、いろいろそのトリオの方に連れて行ってもらった時に、まあ、そこで、聴いた曲っていうのが、いわゆる、まあ、私たちよりも、その、20年、30年ぐらい上の方たちの、どっちかというとトリオですよね。ピアノとドラムと、まあ、ギターとかで、まあ、インストゥルメンタルがメインで、ボーカルの人が後から出てきて、で、どっちかというと、こう、服用かなんかにドレスをこう、あっと着て、で、I'm a fool to want you みたいな感じでね。で、あーと思って、で、その時に、また音楽で私また、なんか、こう、考えてしまったんですよ。東京に来て、すごく小劇場ブームだったので、いろんな演劇を見た時に、まだ出会った、自分がこれだって、舞台に出会ってなく、で、私が好きだってスイング、を思っていたのに、行くところは、いわゆる昔のスタンダードジャズっていうか、私はそっちじゃないなって思ってたので、そこで、で、そうしたらそれをトリオの方に言ったら、なんか上の方がいらして、でも君センスがあると思うよって言われて、そうかって、なるほどねって言ったら、なんかこう、アルバムを持ってきてくれて、今僕たちね、これ作ったんだけど、作ったばっかりなんだけどって言ったら、上海バンスキンの自由劇場のね、今持ってますけど、アルバムだったんですよって。私、自由劇場これ、見ましたっていうか、バンスキンまだ見てなかったけど、で、そこの吉田秀子さんの、それをね、君、こっちじゃないって言われて。で、その時に、なんとなく、自分の中で、いわゆる演劇のちょっと違うものがあり、音楽でもちょっと違うものがあり、でもそれと結びつくところがあるんだなっていう、なんかね、こう、また点が増えたなっていう。で、それで、その時に、多分私ままいたら、真面目にちゃんとレッスンしてね、なんかしたらまた違う方向に行けたのかもしれませんけど、ただスタイルは、まだ自分で分かってなかったから、もしかしたら、自分で分からないまま、オリジナルっていうそのスタイルを見つけられないまま終わって、なんか、苦労するだろうなっって悩むだろうなと思ったので、私今何でもないので、もう一回自分で考えますって言って、その塗料の方にね。だから、いや、頑張ってねって言われたのを覚えてますね。でも、だから、まあ、演劇研究会に入った時も、私の中では、その劇中歌っていうのがあって、劇の中のね、はい、その歌を歌わせられたり、はい、で、あと、まあ自分の中で、まあ私は、卒業してから、有機会全自動シアターっていう劇団を作ったんですけども、うん、その時、まあもうそれはもうね、学生の頃から頭にあった私の中で、いわゆる、もちろんストレートプレイも大好きですけれど、私の中にはやっぱり映画も好きだっていうのがあって、なんかそのお話とその、音楽がリンクしてるような、映画音楽ってやっぱ大好きで、やっぱり音楽があるからそのシーンがずっとこう後に残るってのあるじゃないですか。あれが私の中ではすごく好きな時間なんですね。そういうのって芝居であんまりないなと思って、でなんか音楽がある。だからミュージカルではなくてね、そのセリフがなくてもそこにいい音楽が流れていて、なんかテーブルでお互いにこうずっと座ってるだけの男女なんだけど、そういうようなシーンの作り方できないだろうかっていうものを考えたりとか、いまだにっていうか、まあ、劇団作ってからもそうだし今もそうなんですけど、私の場合結局書く時にも音楽ありきで。何を書きたいかっていうことも一つあるけど、どんな音楽がメインなんだっていうのが第一ですね。それが決まると書けていく。で、あとシーンに番をつけてって、そのシーンの曲を決めていくんです。それを後で、入れ替えるにしてもオリジナルにするにしても、あるものの曲で全部決めていく。そうするとそのシーンの色がこう分かってって、自分の中で世界観が見えてくるっていうのは、未だに変わってなく、だから、劇団からずっと書いてきた作品にも全部曲がありますね。じゃあもう、学生の頃からのルーツがそのまま今も繋がったまんまなんですね。そうですね。だからまあ、そうやってみれば、もう5、6歳の頃からっていうか、ルーシー賞、エドサリバン賞とか、なんか、ああいった中での、だからもし音楽がなければ、演劇っていうのが私はちょっとしんどいかもしれませんね。まあ芝居だけもないし、まあたまにやるのは、あれだけど、そうだな、やっぱり、オープニングでも何でもなんかわーっていう音楽があるっていうのは好きですね。あとまあ一曲だけ使うのもかっこいいなと思うし、どこで使うんだみたいな感じのとか。すごくありますね。なるほど。はい。味のある自慢料理、夢のようなランデブ。生かしたカシノ、生かしたラブソン、クレイジーリズムなクレイジー。こんにちは、高泉敦子です。皆様いかがお過ごしでしょうか。雨が降ったりものすごく暑かったり大変な毎日ですね。こういう時はですね、なんか涼やかなライブレストランにいらっしゃいませんか。今度の日曜日、24日日曜日ですね、渋谷の JG プラットで今夜やりますよ。パフォーマンスインマイページ、映画とジャズと登場人物、いろんなちょっとジャズと、それからいろんなお芝居の話をしたいと思っております。メンバーはですね、いつものおなじみです、有田芳弘さん。そしておなじみです、ブラントナシー。そしてですね、今回初登場です。大変な目に遭ってます、ごめんなさい。アコーディオンの大塚雄一さんです。このメンバーでやります。5時からオープンで、スタートは6時。ワインも飲めます。ぜひぜひいらしてくださいませ。お待ちしておりますよ。Singing, dancing, rendezvous. Crazy and dancing, do-do-do. I be on the じゃあそんな高泉さん、今いろいろずっと続けてこられてますけど、これからやっていきたいこととかってありますか？うん、まあ本当にカンパニーを持ってれば、まあ、自分の今はすごくなんていうかな、まあ、悔やんでるっていうちょっとなってしまうのかな。やっぱりもっとまあ40代半ばから50代半ばまでっていうかな、一番そういった意味で一番いい時って言ったんだけど、すごく芝居を作ってくる数が少なすぎたなと思ってるのね。もちろんそのアラカルトのライフワークはあったけど、あれは自分の中でまあ一つのもう別な作品なので、本来的に書いてきたものとか作ってきた作品っていうのが宇野明さんと一緒にやったやつで何本しかないっていうのが、とても自分の中では何やってたんだっていうのがあります。ただそれはやっぱりその、一人ではできないのでお芝居が、やっぱり劇団っていうのは大きいですよね。単純に集めて1、2ヶ月こんなことやってくださいっていうのはやっぱりそこには楽しめないっていうか、作り込めない自分がいるんだなっていうのは一つあります。だからカンパニーを続けてるところってのはすごい羨ましいですね。で、一つあるのは、これから残ってる人生でそれができるだろうかって模索してるところがあるというのと、ただまあなんていうかな、これはある年からずっと自分とこう予測してたことだけど、なんか自分の最後の絵っていうのが本当にそのちっちゃな椅子にこう乗っかって。おばあちゃんの姿で、マイクの前で、なんか、まあ、話をして笑かしたり、歌ったりっていう、やっぱり、ルシール・ボールみたいな、そういうイメージが、やっぱりあったのかなっていうのは、最後の絵っていうのは、なんとなくそういうのがあるっていうのがありますね。でも、ものすごく心の中に秘めてるのは、私は映画に出たいです。やっぱり映画が何よりも好きで、ただ私は、映画の女優っていうのは全く自分からかけ離れたところにあるというふうにちっちゃい頃から思ってたんです。今でも思ってますね。私なんかはそんな映画の女優になるような、そんなあれじゃないってずっと思っていて、多分私のイメージがあるんでしょうね。もちろん今いろんなふうな映画があるし、私はフィルムでは絶対下手だしなと思ってるし、でもなんかいくつか、フィルムでちょっとその割と年いった私のものを撮った時があったです、NHK でね、私が子供だった頃っていうので、それである方の、母親役やらせてもらったの。それはちょっと映画のフィルムっぽくって、それを見た方がいて「いいじゃない？」って言われて、で見た時に、ああ、私今こういうフィルムに乗るとこういう感じに映るんだっていうか、出てもいいかなって。で、私の夢はですね、もっと本当に、やっと年を取って、お芝居ではおばあちゃんっていうのを演じてきたじゃないですか。はい、30ぐらいから。はいはい、やっとそれに近づいてきた時に、やっとこうリアルなっていう等身大に、やっぱりフィルムって作りすぎると私はあんま好きじゃなくて、虚構性が高いのっていうのね、自然にいてなんかできるっていう時に、どっかで私もおばあさんになったら許せるぞって自分の中でね。なのでこれを見てらっしゃる方っていうか、もう今からでも私もおばあさん役できますから一つね、それが夢です。応援します。はいありがとうございます。今日は高泉温子さんにたくさんお話ししました。ありがとうございました。また喋りすぎました。ありがとうございます。いつでもまた来てください。ありがとうございます。はい、エンディングです。いやー、憧れの、私だって小学校5年生から好きなんですよ。山田昇君の高泉さんからなかなか2週にわたって深いことを聞いてしまった気がしています。時々高泉さんが映画に出るとか、ちょっと頑張って応援しちゃいたいって思いました。はい、さてこの番組ではですね、皆さんのお便り募集してます。マグカフェアットガーデン、私のユニットのホームページから、投稿フォームありますので、マグカフェアットガーデンで検索してください。ハッシュタグ素敵スタイルつけていただいても嬉しいな。素敵はひらがな、スタイルはカタカナです。暑くなってきました。皆さんほんと体気をつけてください。あとコロナもね、新しい新種がいっぱい出てきてますから、どうか皆さんご自愛くださいね。それではまたお会いしましょう。キロでした。バイバイ。